なんかツイッターで今日脅威ゾンメンヘラってトレンド入ってたんですよ。ルカビでもこんな情緒不安定じゃねえぞ。浮き沈み激しすぎやろ。喜怒哀楽が激しいからな、マジで。はい、じゃあということでやっていきましょう。今日こそは最強戦術見せていきたいと思います。スパイクトラップとフレアガンを使った最強戦術をやっていこうと思うんですけれども、ちょっとね、みんなに問いたいことがある。いいっすか？5番多くね？なんかさ、あのツイッター見てるとさ、僕の視聴者さんだと思うんですけど、あの5番めちゃくちゃされてんだよな。大丈夫？あれなんでそんな5番されてんの？マジで5番多くない？あれなんでなんだろう。俺なんか見るたび5番なりました、5番ですみたいな。で、私は何もやっておりません、5番ですこれはみたいなのが書いてあって、まあ5番なんだろうなとか思いながら、かわいそうにっつってね。まあチーターだったらね、そんなの自分のことバンされましたなって言わないからさ。そうでしょう、もう5番なんだろうなと思って、かわいそすぎる。ってことで仕方ないのかな。仕方なくないよね。仕方なくないよな。うん、仕方なくないよね。そこはちょっとちゃんとしてほしいよね。また戻ってきたら冷凍が何ブロンズ5から始まるんでしょ。あれかわいそすぎない？申請したらすぐ帰ってくるようになったっぽいんだけどっていう人もいたんだね。でもなんか冷凍が0から始まるらしくて、鬼畜だなとか思いながら、うわやべ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 、楽しいぞ楽しいぞ、絶対勝てよ。最強戦術使うんだけど、スパイクトラップとフレアガンがまず必要なのね。その前にこいつらをちょっと叩きのめさないといけないので、しっかりと勝ってこう、しっかりと勝ってこうね。なんで銃がないのよ。お家に入ってさ、おかしいでしょ。これはちょっと異議申し立てるわ。あたた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 。異議申し立て。俺行くよ。もう知らないから。いや、I need a weapon じゃないの。やめて！俺下から行くからな。待って、今さ瞬間移動したよね。おかしいよねそういうの。お前瞬間移動したよな、ふざけんなマジで。本当にラグすぎマジ。違うんですよ、 KRJP なのにもかかわらずマジピングがいかれてるんですよ。ちょっと屋上行くわ。オッケー、ちょっともらわれないように。いただき、いや美味しい。待って、もうあとこいつら倒したら終わりよ多分。あ、いけた。いけー、つくめー。オッケー、決め打ち、ナイス。よし、壊滅させた。オッケー。276ピンって何これ。 KRJP が KRJP じゃねえよ。いや降りれないし下車できないの、どういうこと。マジでゲームならないんですけど。何300、ちょっと400、上がるな上がるな、おかしいって。不安定にも程が。ちょっとピングやばくないですか、これ。俺だけなのかな、ちょっと問いたい。今見てる皆様、ピンって今正常ですか皆さん。なんかアップデからすっげえ不安定なんだけど、俺だけ飛ばされてる、俺どっかに。もしかして私今少し300になりました。あ、マジで。でも韓国の方多いから多分 KRJP だと思うんで、なんか勝手に飛ばされてるとかないはずなんだよね。400いきました。やばいね。いや、俺一回さ、900とかになった時があったんだけど、あの時もマジやばかった。ジャンプしててもなんか宙に浮いてる感じするんよ。なんだ、どうしたどうした、いるぞこれ。なんだあいつ、ちょっとやっとかなきゃな。あ、ほんまもんがいるぞー。カバミー、みんな、僕に力を。なんかおかしい、なんだあれ。いや、そいつじゃないんだよな。あ、いてた。こいつこいつこいつ。うわ、見えねえ。あ、死んだ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 。600とか言ってたよね、俺今ね。いや、ちょっとこれさ、
最強戦術とか言ってる場合じゃないわ。まずはこのちょっとピンがどうにかしなきゃいけないっすね。ピンの改善方法ってもうないんだよな。一応さ、直結で、直結ってなんだ、マフラーか。それ直感だわ。直結で繋いでさ、無線 LAN じゃなくて有線 LAN でできるんだけど、有線 LAN でやっても、正直そんな変わらんのよ。マジで。だから、もう一応ね、なんか有線 LAN でできるようにするアタッチメントを持ってるんですよ。それを使ってもいいんだけど、でもあまりね、変わらないのね。変わっても本当に、10とか。俺はね、人に誤差もあるらしくて、わかんないけど。そうなのよ。懐かしいな、それ。だからさ、改善方法ないのかな？もう不安定なままなのかな？やべえよ。ねえ、ルカピでもこんな情緒不安定じゃねえぞ。浮き沈み激しすぎやろ、これ。Not bad. やめろ、お前。それなんか恥ずかしいわ。褒められてる気がしないヒュッヒューなんだけど。Cover me. あ、そう。ああ、まあ、そっちはボットでしょ、多分それ。ボットには興味なし。あ、でもアンチはこっちなのか。バイクないかな、バイク。バイクないっけ。バイクありませんか。問題ないよ。問題ある。あ、あった、バイク。バイクあった？いや、車かい。車でもいいや。車で行こう。よし、行くぞ。あ、でも今は安定してるなぁ。40とか。だいたいでもなんか、俺の感覚値で言うと、アジアも KR もあんま変わんないっすよね、ピン。まあ、もしかしたら住んでる場所とか環境によって、その回線環境によってもしかしたらアジアと KR で違う人いるかもしれないけど、俺はなんかあんまり変わんなくて。だから総合的に見たらアジアの方が優秀なんじゃねえかと思っちゃうんだけど、俺。安定してたよ、俺、アジアの方が。深夜のマッチングは別にアジアの方が多分早いから、総合的に見てアジアの方がサーバー優秀なのでは。いや、わからんけど。やっぱさ、回線がいいから KR でやれたんだよね、俺も。回線がいいだろうという、あれで。こうなってくるとさ、KRJP の意義が、存在価値がないのでは。変わらんじゃんなってなっちゃうもんね。あお。あ、はまっちゃった。てか、ガソリンない。終わり。スクーター。よし、行こう。ちょっとやめた、やっぱり。いや、なんか遊びに行ってやられたらマジで元も子もないというか、すげえダセいからやめるわ。やっぱ4人で一緒に行こう。あ、いた。ああ、ちょっと奥行きすぎ、あの人。ナイスサブ、切羽詰まってるわ。だって誰もいないところで誤射してたよ。あいつも情緒不安定だな。やばい、俺の回線が情緒不安定になってる。やばい。うちの彼女が、つって。はぁ、なんだよ、それ。もうやばいって。もうやばくないっすか、今の。どういう状況。こぶっ飛んだぞ、今。やばいんだよな、これ。戦闘の時にこれ起こると。え、今の分かったよね。こう向こうに持ってってたのに、もうこっち側になってたからね。ここブラジルとかなんじゃない。ブラジルサーバーなんじゃない、これ。ブラジルサーバー、日本の裏側。これじゃあ俺だけじゃないってことでいいの？俺限定じゃないってこと？あ、もうみんななのね、最近。なるほどね。そうなのな。マジか。まあでもそれ同じ条件だから、まあ、やっぱそういう問題じゃないか。でも一応同じ条件下で戦ってるってことか。これきついなぁ。直してほしいなぁ。レート上げとかね、結構きついよな。やってる人は。かわいそうだわ。同情しちゃうわ、心が。ねえ、来るわ。俺のハートに。うってなるわ。痛えもん、胸が今。なんか肺の下らへん痛え。どこ、あとは3人。頼むよ。もう、必死だからね、俺。安定してよ。ちょっと不安定な、俺のサーバーちゃん。喜怒哀楽が激しいからな。マジで。うちの回線、メンヘラなんすよ。つって。ほんとに。メンヘラ回線すぎ。なんか、ツイッターで今日、強依存メンヘラってトレンド入ってたぞ。そういえば、思い出したけど。なんなん、強依存メンヘラって。何それ。なんか、素晴らしいね。強依存って何？おお、あー、ちょっとこれ詰めるのまずいかもしんない。一旦待機。あ、まずいっす、それ。一旦待機。うちのメンヘラは大丈夫、まだ安定してる。え、どこにいんだこれ。もうねっす。そっちヘイト買っといて。俺逃れるわ、これ。なるほどね、そこにいんだね。ちょっとヘイト買っといて、俺こっちに行くわ。
ナイス、どこやった？ここ？オッケー、ナイス凍結。皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ナイドン。最後のサイドは、最後の最後はメンタルがね、保っていましたけれども、ということで、なんかもうこれなんか動画になっちゃったけど、なんかもうダメだ、もうメンタルやられてるっぽいっすよ、うちのパッドちゃんは。はい、これはもうしょうがないですね。はい、マジでアップデートを待ちましょう。それしか改善方法がない。俺らにも何もできないんだ。お疲れ。